ゴ藤恒夫は、日本の政治家、福岡県出身、元衆議院議員、専売校舎で働きながら、1957年に、野学を卒業。1955年に、総価学会に入会し、九州青年部長を経験。1963年より、福岡市議会議員。1967年より、福岡県議会議員を務め。 1976年の第34回衆議院議員総選挙で公明党から初当選。1985年、公明党国会対策委員長の大久保直彦の公明党副書記長就任に伴い、公認の公明党国会対策委員長に就任する。1986年12月、竹入義勝が公明党委員長を退任することに伴い、 公明党国会対策委員長を退任する。1989年5月、明電光事件により、矢野淳也が公明党委員長を退任することに伴い、公認の公明党委員長に就任した石田幸四郎の下で公明党副書記長に就任する。1992年、公明党副委員長に就任する。1993年8月9日、 細川内閣が発足し、公明党は与党入りする。公明党委員長の石田光志郎の入閣により、公明党初期長の市川雄一を中心に、大見美幹夫、黒柳明、公明党副委員長の大久保直彦らと共に、公明党を支える。1994年12月5日、公明新党の結成に参加する。1994年12月10日、 公明新党は、新新党に合流し、それに参加する。1997年12月31日、新新党が解散する。1998年1月6日、元公明党委員長の竹入義勝の、側近であった権藤は、竹入バッシングに抗議して自由党に参加する。2000年、政界を引退する。2001年5月29日、官不全のため死去。 去年71、ありがとうございます。